ー買えてよかった。ヨッシーウールワールドアミーボセット、いやーよかったと思ったら意外とね売れ残ってて、買えてよかった。じゃあ早速開封していきたいと思います。はい、じゃあ箱開けていきますよ。とほっほっよっ、はい、中身はこんな感じですね。この箱いらなかったんじゃないかと思うんだけど、はい、じゃあ開封していきます。はい、まずソフトの方ね、ビリッと、よいしょ。はい、中身せーのほっ、はい、なんもないですね。紙の取扱説明書から電子説明書に変わりましたっていう紙だけ、あとソフトだけ。これ商品紹介いらないんじゃないか。はい、でお待ちかねのアミーボですね、ヨッシーのアミーボセットになってたやつ、これも開けます。よっと、はい、ガバッと。お、フィギュアの質感はこんな感じです。今までのなんアミーボはなんだあれ、プラスチック製、プラスチック製だったけど、ウールヨッシーなんで全部ウールです。まあ当たり前だけど、で今までやったなんだフィギュアの台座がなくなった、こんな感じ。これでこのお尻のとこでピッてやって読み込むのかな。パッと見アミーボって分かんないですね、ただのぬいぐるみっぽい、っていうかもうぬいぐるみだね。中身も特に芯があるわけじゃなく、もうほんとふわふわしてる、今までのアミーボじゃない感じです。でこの穴がなんかストラップとかつけるのかな。こっちによくぬいぐるみについてるなんか洗っちゃいけませんよ的なやつかな、がついてます。あと中身はもうほんとなんもない、アミーボの取扱い説明書が書いてあるだけ。それともう一個おまけで色違いのヨッシーを買いました。多分これも中身は一緒でしょう。そうだ、値段言うの忘れてた。はい、気になるお値段はヨッシーウールワールドアミーボセットが7180円で、単品のアミーボアミグルミヨッシーピンクが1840円。高いよバカ野郎、ちびっこの体力を根こそぎ持っていくつもりか。以上、ヨッシーウールワールドアミーボセットとアミグルミヨッシーピンクの紹介でした。いや、買えたのが良かったけど、テンション上がって会社の便所サンダルで来てしまった。